しかないわ。
これ以上は持てないわ。ララ、もし聞いていたら。聞いてるわ。俺たちはウヌラトのところじゃなくて近くの洞窟にいる。入り口にサギと日食の印がある。今行くわ。そうすれば楽になるんじゃないか。手に入れたか。罠だった。箱が奪われてウヌラトまで。救出作戦を練っているところだ。幽閉先は神殿のそば。ハカンが襲撃を試みて彼も捕まった。牢獄に渡る橋を襲撃するんだ。強行策ね。ここでウヌラトを助けて攻撃の合図をするのはどう？いいかもしれない。エツリが上層の神殿を探っている。侵入経路があるかも。エツリと話したい。ウヌラト救出後は援護する。そうね。きっと役に立つ。ありがとう。ララ、必ず助ける。また反乱者が捕まったの？ Ich hik, maschani kubeite linguanta. Tintus tacho tul magte alu yokol. Utsonop u achkilich kunesahil kukulkan. Yale batel tambalilo. Vale ma beichaki. Tu hel kinove. Ten helin holpesikop kachile. Vale. Belama tu beita lin batel. Mish al kap kin beita lin betik. Kulekelin sene kin tubik kik. Vale la ilimalov achsol nukene.Ua bei kachil tak bela. Chukin wet bisak bai lov. Kakachov ti cheov. Uchil tu lakal le kajo. Te alupek sak olo. Te kumpate lov taken kimikobi. Nani ka dekiru koto wa nai? Jag. Jete lubuke sak. Bei iskananti lekano. Helu hal kaptikobe bello. Mishmak kuntu kultik tech betej. Yonin? Sakki wa gonin te hanashi ya nakatta? Jag.Kolki holpesikop kachil, vale machuk helbish ulakobo, mishmak kailej, min mas shane kimesabij. Mite kruva. Thank you.
これ以上は持てないわ。尋問に来たんじゃない。解放しに来たの。同感ね。でも私は味方よ。どういたしまして。あなたの仲間も無事よ。どんな反乱者が相手でも問題ない。こんなに大勢死んだの？教団よりも反乱者ばかり。Κατσεβάνου τσίκιν το πικόνοβ. Τσεν χουμπέλ βατελίλου τσχέλβι σουναχέ. Δεϊσάν ειν τούκου. Μινάνον οκολό, μάλλον. Γιέτε ελμισούτς κατσανιλόβι. Τσοκτελί. Χέτς ταρτικέ. Σβέλι κουν ούτσουλο. Χατσου αχέλου μιντός ουτσίλου αμινάν κουκουλκάντικ μιναλόνε. ドミンゲスがウヌラトゥを捕らえた。それに捕らわれた人たち、きっと見せしめにされる。もう散々ね。
ララ、バッチリの変装だね。母さんが捕まってる牢屋の合言葉が分かったんだ。弱さ消え、夜明けに罪なき瞬き。分かったわ。お母さんは任せて。もう一ついいかな。ハカンが捕まってるんだ。友達のカヤラのお父さんなんだけど、もし生贄にされるなんてことになったら。なんとかするわ。夜は先へ、夜明けに罪なきまばたき。ヘルベイタラマネ。アマル、目を覚ませ。私は仲間だ。ほう、私を捕らえておいてか。弟が生きていたら彼の魂は。ああ、この無駄な争いを嘆くことだろう。帰ってこい。何を言ってる。ここが私の故郷だ。ウヌラトゥ、想像してみろ。世界に夜明けが訪れた時、パイティティがどれほど栄えるか。その考えが危険なのだ。世界を作り変える、運命はその手で作るもの。ありのまま私のしてきたことはパイティティのため、全てだ。分裂した国を私がまとめた。本質を理解しているのは私だけだ。お前には外界にも居場所があるだろう。そうさ、私は外界に暮らし、この先の世界を見たんだよ。それは日に日に忍び寄っている。パイティティも侵略を免れないだろう。我々の今は全て奪われ壊されるんだ。ならば共に戦おう。それが民の意志だ。それがどうした。うん、そんなもの一時しのぎにしかならない。やがて外から発見されて侵略される。我々を待っているのは破滅の運命だ。いや違う、抗うべきだ。そうだろ。頼む、新世界にはお前の力が必要だ。ククルカン教団の世界、いや、トリニティか。ここを支配したいならそうしろ。まずは私を助け、パイティティの未来を確立する。後のことはお前の好きにするといい。玉座ならやろう。本当だ。違う。私は箱を見つけ、太陽を蘇らせる。光が全て導く。なぜ私を見下すんだ。うん、牢へ連れて行け。どれだけ閉じ込めようと、決して民を裏切らない。だが民は失望する。箱は消えた。今から400年前、ある宣教師が盗み出した。何？お前は
見当違いで人生を無駄にした。終わりだ。彼女の居場所が分かったわ、ジョナ。中に入る。了解。そちらへ向かってる。さっきの揺れを感じたか。ええ、セノーテにいた時に。あれは前進よ。もうすぐ本心が来る。急がなきゃ。ああ、ウヌラトを救出したら一緒に箱を探しに行こう。
いっぱいね、これ以上持てないわ。そこが全然見えない。そこがありますように。この洞窟は地中の川に削られてできたのね。上に何か掘られてる。
これ以上は持てないわ。これは無理ね。もう持てないわ。川を渡ったわ。もうすぐローだけど、見張りだらけに。俺たちは川に向かう。着いたら連絡を入れる。わかったわ。ここはパイティティにない。知ってる。私はアマルに従い、サイリなき今全てを失う。そんなことさせない。さあ行きましょう。もう時間がない。箱を見つけなくては。どうにか太陽をよみがえらせなければ皆滅びるだけだ。手がかりを見つけた。多分その腕のサギと日食のタトゥー、箱がなくなった祭壇に同じシンボルが彫られてた。何？そのシンボルは何？私の運命、シャクチェルのシンクの炎。こっちは私の起源、パイティティ最後の皇帝、神地地下の象徴だ。女装に墓がある。連れて行って。奴らは墓にいる。もしそこに何かあればとっくに気づかれている。おそらくアマルはまだこのことを知らないわ。厳重に守られているぞ。なんとか忍び込む。気をつけろ。そうね。急がなくては。エツリは無事か？ええ、一緒にあなたを探してくれたの。今はウチュと一緒よ。ジョナ、
ウヌラツと合流した。よかった、エツリが話したがってる。母さん、応援を送ります。僕はウチを手伝う、それとも敵の気を引けばいい。離れている時は自分で決めるのだ。直感を信じなさい。レイチカランコエレロプチフハチピーラブチョウ。あれで最後かしら。今はな、助走へ急ぐ。先導して。いっぱいね、これ以上も全員片付けた。この鍵を。来い、見せたいものがある。日食が始まる。始まったら箱を開けねばならない。箱の誘惑は強力だ。幻を見せて引きずり込むだろう。全てが丸く収まるようなありえぬ幻をな。私は最も強く秘められた願望を見せられるだろうが、修行を経て抗う力を得た。アマルはまだ箱を見ていないが、心は箱に侵されている。パイティティとはその民、その心を一つに命をつなぐ。じゃあアマルの思い通りになってしまったら、パイティティは壊れてしまう。ああ、何度も外からの脅威があった。しかし危険は常、立ち向かって生きることを知っていく。あなたは箱の誘惑に勝てるの？わからない。ただ私が揺らぐとき、深紅の炎が導き、約束を思い出させる。行くぞ。深紅の炎というのは？私の定めだ。ククルカンの生贄と関係があって、深紅の炎が煙るとき、己の鏡を探せ。必ず果たさねばならないのだ。それだけはわかる。あの生き物はここに入ってきたりしないの？生き物？攻撃的な。パイティティの近くの洞窟でトリニティと戦ってた。箱がなくなった祭壇では私を追いかけてきたわ。ヤークシルのことか。ヤークシル？背が高くて
素早くて何かに飢えてるようだったわ。彼らはあの生き物などと呼ぶべき存在ではない。渡した鍵はここで使える。ヤークシルに何が？数多くの古い言い伝えがあるが、パイティティが安全でいられるのは彼らのおかげだ。守ってるの？彼らにそのつもりがあるかは不明だが、結果的にはそうだ。町を襲ったことは？ない。我々は常に共存してきた。あまりは民の前で生贄を殺す気だ。反乱者をやめさせなきゃ。ダメだ。させたいと言ってた。これが奴の手段。信じてるの？恐れている。その理由はある。もう近い。墓所の扉の奥だ。弱さ消え、夜明けに罪なきまばたき。墓所は上、あの像のところだ。墓を見張っておこう。そうかからないわ。ジョナ、今王の墓の近くよ。こっちは川のそばだ。いつでも救出に向かえる。準備できたら合図してくれ。
から入れそう。ララ、今どこだ？王の墓所、大体揃ったわ。待機しておく。この祭壇、とても豪華だわ。きっと支配者のものね。誰かが火を絶やさずにいる。きっと愛されてるのね。最後の王の墓。王の死後に教団が。日食と詐欺ね。何か見落としてる？待って、ロペスがこれを残したの。蛇の心臓は杯の中にある。蛇の心臓は、いたぞ！箱の手がかりは入手した。至急増援を送ってくれ。ウネト、そんな、これをエツリに。アイディティを導く者、幼いが強い子だ。その血に劣らぬ魂を持つ。ダメよ、しっかりして。箱はお前を引き込む。耐えろ。運命は自分で作るもの。裏切らない。
ジョナ、どこなの？船着き場にいる。見えたわ。ああ、もうすぐ出られる。今行く。ウヌラとは？攻撃を受けて戦いの中で亡くなったわ。そんな。母さんは？お母さんはその勇敢に戦った。それはオサのアミレットだ。今日からあなたのよ。母さんは戦士だった。よみがえらせないと。太陽を。箱は手に入れる。ククルカン教団になんか渡さない。霊廟の用意を頼む。母は永遠に不滅だ。宇宙、手伝ってやる。戦いの準備を。失敗は許されない。必ず戻る。箱を持って。気をつけて。こっちは任せろ。それでどうする？まずはクワク役に戻って準備をしないと。ここまで来てまた謎かけ。どんなだ？蛇の心臓は杯の中にある。あまたの人面石のそば。ヒントがあるだけいい。そうね。早く箱を見つけて終わらせないと。ジョナ。
急げ。これが兵士ってもんさ。見落としているなら全部調べ直す。確かに。ところで川の水位なんだが、前もこんなんだったが。いい加減にしろ。そんな細かいことまで覚えてないぞ。ローンウルフ作戦が中止になってから今の今まで忘れていたくらいだ。ことがあれば報告する。ここは何もない。基地に連絡。何か見つけ次第報告する。報告。こちらが異常な仕事だ。敵を発見。泥？もう持てないわ。ララクロフトを探せだろ。この人数でどうしろ。調査任務と聞いていたのに。とりあえず二手に分けよう。お前はここを頼む。そろって。
数異常なし。なんか何か問題でも。こちらで揺れがあった。カッパ隊は異常なしです。お願い。カーディナルズ、ジュリエット3でダメージを受けた。岩盤滑りでポンプ設備がやられたが出荷はなし。キロ2への道は東北により塞がれている。私はここで一体何をしてるの？ウヌラトゥはいない、箱もない、ジョナは…彼にもし何かあったら…もう…どちら様かしら。メキシコに来た時から私の通信を傍受していたろう。あなたがロークってことね。そう、司令官のロークだ。盗み聞きされずにこうして話すことができて嬉しいよ。また地震だ。自分がこの天変地異、人々の苦しみの元凶だというのはどんな気分だ、ララクロフト。私がしたことは。ドミンゲスが告げた時のお前の顔と来たら、あの探検を取らずにはいられなかったようだな。前哨基地、クロフトがそちらに向かっている。探し出せ。クロフトは監視網を突破している。同じ失敗は許されんぞ。しらみつぶしに調べるか。使えるものはあった。サーマルゴーグルだ。俺が先導する。誰かいたぞ。どこだ。見間違いだ。動物だった。おい、早く明かりをつけろ。お前が手を離しかけるから手が回らなかった。何なんだ君。クロフトはこっちに向かってるそうだ。何だと。なら急がないとな。よし、いいぞ。あの野郎どこ行った。何かを。戦闘配置連合。
これ以上は持てないわ。うん、これは無理ね。もう持てないわ。遮断できる隠れ場所でもない限り見れば一発だ。川の連中から連絡がないぞ。この遺跡はただの不気味なのに何になるぜ。よく親父と狩りに行ったよ。その時は遺跡じゃなくて薄気味悪い森だったけど、どんなにうまく身を隠していてもいつか必ず隙を見せる。最後は案外あっけないのさ。また仲間がやられた。またララクロフトか。奴を止めるぞ。ああ、言われるまでもない。新しい装備が嬉しいのか。いや、ロークを信頼してる。またサボりか。人に仕事を押し付けやがって。隅々まで探せ。隊長、了解です。あっちはどうだ。調べた方が良さそうだ。異常なし。何か見たらお前の方はすぐに撃つんだ。巡回に戻れ。俺に続け。援護しろ。何も見たらお前は。了解了解。油断するな。Yeah!
破すんはダメ。何？引かれてるわ。了解。必ず見つけるわ。幻覚剤のレシピだわ。戦争でも使われてる。助かるわ。矢に塗ればトリニティとの戦いが楽になりそうね。いっぱいね。これ以上待てないわ。信号を強化しよう。照明もいるぞ。まずは無線が先だ。ここだ。敵を発見。Yeah!
ください。クロフトがそちらに向かっている。繰り返す。クロフトが接近中だ。なんだって。大丈夫じゃなさそうだな。信号を強化しよう。
お願い。やつは応答しないぞ、ララ。え？死んだからな。お前のせいで死んだ人間リストにジョナも加えるといい。地獄に落ちろ、クソ野郎。死体を引き取りたければ製油所に行くんだ。言われなくても今から行くわ。こちらカーディナルス、応援が到着した。動けない。仲間が倒れ。
大丈夫か？めちゃくちゃしたのは私。そんなこと、そんなことないさ。大丈夫さ。ほら、次は行くぞ。もう無理よジョナ。ヒントは確か蛇の心臓がとか。蛇の心臓は杯の中にある、あまたの人面石のそば。杯って言ったら聖杯か。聖杯はマヤじゃない。マヤじゃない。ヒントは17世紀イエズス会の伝道師アンドレス・ロペスが残したもの。聖杯の中の蛇は聖ヨハネのシンボルだから、キリスト教に関係ある場所なのよ。聖ヨハネか。そいつはまたいっぱいある。パイティティ付近ならそんなにないはずよ。さあ、道はこっちだ。ここから出て聞いてみよう。あなたがいてよかった。別れましょう。ロペスの手がかりを探す。オーケー。何かわかるかも。